よし、じゃがか、最のお祝いだ。えー、第239回、えー、ウェブ玉再下ラジオということでね、えー、最下しょうか。もちろん今日の、えー、お祝いは、えー、ここまでいきます。あの、本当はね、で、ちょっと、この辺をこう飲みながら、あの、あなたのね、おつまみを用意する予定だったんですが、あのね、ちょっと最近ね、あの、うまいもの食いすぎまして、あの、東北巡り、 と、したりね。まあ、あの、決算で熊本帰ったりで、この3週間でね、3キロほど増えまして。<laughs> 1週間でね、1キロずつきれいに増えていったんだけど、まあ、その辺もあってね、ちょっとこう、節制しようかなということで。えー、今日はコーラをね、あの、野菜の炒め物を夕飯にして、今日はね、コーラでいきます。けども。さ、あれは寂しいな、やっぱり久々の <laughs>。再会だったらね、は喜びたいけど、まあ、239回ということで、えー、39回がね、俺の再会ということなんで、もままあ、ぴったりじゃないかということで。じゃあ乾杯 ま、再会がね、めでたいというか、あの、なんというか。ま、もともとね、休んだのも、あの、お金がつきましたというか、そ、こよりもね、ウェブ玉じゃない仕事をするから休みたいっていう、そういうことだったわけよ、発端は。発端はね。で、ついでに言うと、あの、ま、自信もあったから、ちょうどよかったってことなんだけど、今日はまたね、その再会について、ま、いろいろと、あの,の、伸び伸び再会をね、あの、目の前に。また、再会に関してもね、え、玉ラジオやります。あの、株主総会をやるから、これをやって、 まあ、あの、ウェブ玉のことをよく、正確にね、伝える、やつがあるから、まあ、それもやるんだけど、それとは別にで、えっと、今こうしてね、え、再会の喜びを、まあ、みんなに話します。今回ね、ちょっとワクワクいこうかと思って。前回がね、まあ、なんていうか、あの、うんあ、俺の中で、ま、あまあしょんぼ、あしょんぼりラジオというか、なんていうか、ま、あらラらラ,ラジオだったんだけど、少し思うところがあってね、メッセージ性がね、強かったでしょ。その、まあ、基本的にはみんなからのね、メールが来て、 で、それに対して、一人一人、返したりとか、アニメを作ったりっていうのがなかなか難しいので、だいそういうメールが来てるってことは、そういうことで悩んでる人たちが多いから、まあ、アニメなかなかね、作れないから、ラジオするわけだけど、人生のキロということもあってね、やっぱいろいろなメールが来ました。うん、そこもあってね、すごく、考えてもらいたくてね、ああいうメールをしたんだよ。<laughs> まあぶっちゃけ言うと、う人生をね、 考えたいと。<laughs> もうね、自殺したいとかいうメールもあったわけだ。やっぱ、人生のかかった時だからな、この時って。でももう俺からするとね、馬鹿らしくなるわけよ。本当にそいつは一生懸命悩んでるよ。メールも返ってこなかった。正直言うと。んどういう気持ちかもわからないし、まあこういう時だからね、一時的な気持ちよりメールを送ったのかもしれないし、そういう思いがずっとあって、 それで俺にメールをしたのかもしれない。それがもう要は、受験とかね、そういう進路の失敗があって、それがきっかけとなってね、俺にメールしたからもうずっと、突発的なことじゃなくてずっと悩んでたことなのかもしれない。そこはもう本当に何にもわからない。けどさ、本当に、人生をもっと考えてほしいんだよ。そして、その、なんていうかさ、とりあえずどうにか知らなきゃいいっていう考え方をぶん投げてほしい。俺としては。 どうにかなるよ。知らな,ないっていうことだったら。知らな,ないっていうことだったら本当どうにかなるんだよ。自分から死ぬことを選ばなければね。人間。その、だって若者の死因一は自殺だよ。ってことは自殺し、自殺しなきゃ生きてる若者がいっぱいいるわけ。その死んでいく若者の中でね。それほど若者って知らない。年を取ればね、人間必ず最後は死ぬんだよ。飯を食わなくてもいつか最後は死ぬ。でも若者ってなかなか死なないの。強いの。生命として。だからさ、その、 なんていうかさ、とりあえず死なないとかさ、とりあえずどうにか過ごすっていうことをぶん投げてもらいたいんだよね。とかもしくは逆に言うと、それで満足するということを捨ててほしい。もっと考えてほしい。真剣に。せっかくだから。もったいない本当にこの前東北行った。ね、あのね、あれは、あの玉ラジオはね、あの、本当にわかりやすいと思うよ。本当に。ちょっとあれはね、俺のメッセージ性を入れすぎた感はあるけど、もうね、本当に上手かったんだから。 自殺していいよお。お、俺に自殺を止める権利はないから。そいつがずっと苦しんでよ。単だと思う。わからない。メールくれたそいつ。もしくはその、仮に俺が先生をしてたとして生徒からそういう相談が来た時に、俺は止められない。そいつがどれほど苦しんでるか。そこまで、そいつの気持ちほどは分かってやれない。絶対に。だって俺は死にたくないと思ってるもん。つまりそれは人生が面白いと思ってるわけで。そいつには、人生が苦しくて、嫌で逃げ出したいっていうやつの気持ちは絶対にわからない。だから死ぬなとは言えないの。 俺にとって楽しい人生でも、そいつにとって本当に苦しい人生だったら、もっと長生きしてもっと苦しめいって言ってるのと一緒。そいつの首を絞めてるのと一緒。俺、俺、苦しいだろうが、みたいな。と一緒。でもダメ、死んじゃダメだぜ、みたいな。命はそいつのものだから、そいつが決めるの、使い方は。でも、俺は楽しいと思ってるから、俺の楽しいことを知ってもらいたいんだよ。そしたらさ、嫌なことでも乗り越えようかなって気持ちになる。苦しくても、しんどくても、 あ,あ、こんな、俺結構それあったからね、その本当にヘトヘトになって帰ってくると、来た時に爆睡するんだけど、もう本当に一瞬、記憶が飛ぶみたいな。でもそれってね、すっげえ気持ちいいんだよ。だから、おっしってまた一週間頑張ってヘトヘトになって、バタって寝ようみたいな、それが気持ちいいっていうのもあるし、もしくはその一生懸命働いて、その自分のご褒美に何か買ってやろうとかさ、何かうまいもの食おうとか、まあ。俺は山形だからさ、めちゃくちゃラーメンがうまいんだよ。岩手だったらジャジャメン食ってる。青森だったら、えっ、ー、と、せんべい汁食ってるだろうと思う。 仙台なら牛タンかなうん、牛タンだな。牛タンめっちゃうまかった。まあ、その俺が食った牛タンは、あの、岩手で食ったんだけど。<laughs> 夜ね、どうしても仙台まで行って夜に飯食うぞって思ったけど、時間が間に合わなくて。で、俺も体力的にもきつくて。だからこう、岩手で仙台の牛タン食って、で、えー、っと、その後休みながらね、仙台行ったから、最終的に朝3時に仙台着きましたみたいな。そんな話を前回したんじゃないかなと思うんだけど、まあまあ、まあまあでもそれはどうでもいいんだよ。面白いこといっぱいある。 この前のラジオ、なんかもうまさにそうだよ。あのラジオをみんなはどう使ったかなって思うの。あれも結局使い方だから。その、ああ、そうかって。大学はスポーツカーだと思ってたって。その、なんていうかな。見た目のかっこよさも大事だけど、乗る性能はすごく大事だって。それをちゃんと考えてやってみよう。っていうやつもいた。し、実際あのラジオを聞いて、そう思ってるから、先生、あの、話を聞いてもらいたいとか、自分の考えど,どう、どう思うかなって、アドバイスくださいってメールが来たやつもいる。し、他にもね、東北の、 あのラジオでね、わあ、東北面白そうだなとかさ、ええー、なんか旅行してみたいなとか、わ食ってみたいな、じゃじゃメンとかさ。あのラジオから、みんなが何を撮るか、自由なんだよ。どういう風に撮るかも自由。逆に、その、怒ってもいい。いや、そうは言うけどさ、って。大学は結局、ネームバリューで就職取るんだから、いい大学行っとかないとって。そういうやつはそういうやつでいいんだよ。ってことは、そいつにそれだけの信念があるわけで、自分の信念で進んだ結果は、必ず、後悔はしない。後悔は絶対しない。 もちろんだって、しかも、現に名前で、大学の名前で取ってる企業もいっぱいあるわけだから、そこの部分は間違ってないし、いい企業に入りたい。それが目的であり、頑張りたいのであれば、もちろん、それはとても大事なことだし、そのためにはとても努力がいるから、俺はすがら、その、めちゃくちゃ努力して、いい大学に行くんだったら、どうせ行けるんだったら行った方がいいと思ってるよ。自分の夢に。それが近いかどうか。それだけで判断すればいい。自分の夢に対して必要かどうか。いろんなことを、その、知ってほしいけど、 まだ社会に出てないから高校生までってね学校の中とかだけで学ぶものあとは友達間とかそういう世界18歳までの人たちが行くような世界だけで手に入れるもの見えるものが全てなんだけど大人になったらそれ以外の世界っていうのがあるの県外にもじゃんじゃん出れるお金がいっぱいあるからいろいろ旅行ができる子供の時食べれなかったものが食べれる大人になったら 俺の教え子はね、い、何年ぶりかな電話してきた。今日、二人。すごい。なんていうかさ、おおって、お前、久しぶりみたいな。何してんだ違う違う、違う、今日三人だ。ほんと、なんていうかさ、珍しい。<laughs> みんなね、相当何年ぶりだよ。マジ、ってか、それぐらい。なんかね、俺の電話ってもう、なんか、なんだろうな。もう、連絡取る相手決まってんだけど、ほとんど。もうね、あの、珍しくさ、みんな教え子だった。うん、一人はね、先生、 今度結婚しますって、来週結婚しますって。で、家族だけでやるんで、まああのー、結婚式とかはしないんですけど、あのー、報告しますと。で、子供も生まれますってということでねで、早速熊本帰ったら今度顔出せよって言ってた。もう一人、もう一人はね、あのー、その、そ俺の家庭教師の妹、<laughs> 元家庭教師の子で見てたんだけど、そいつの妹、もうそいつがね、生まれた時からみたいな、もう2、3歳とか、1、2歳とかの時だったかな、に家庭教師は、その姉ちゃんをやって。 げてて小学、結構年の差が離れてると思う10歳ぐらい離れてるのかな、だから小5、6ぐらいの家庭教師をしてて、で、まあ、あの家庭教を辞めても、ずっとそこともね、ずっと縁があって、ずっとつながってたんだけど、そうね、A ちゃんっていうのがね、もうイニシャルでイニシャルって言っても,も、あがつくのは決定しちゃうけどさ、A ちゃんがさ、でっかくなってんだよ、もうマジでお。びっくりした、中2になりましたと。で、今、学校で生徒会長やってます。なにって、もうやっぱね、嬉しい子がいた。で、まあ、生徒会長なんだけど、 あのみんな周りがね、塾に行ってる中で、私はこう塾に行ってないと。でもやっぱ生徒会長で、下から1番、2番なんてね、成績は取れないから、なんとか頑張りたいんだけど、みたいな。まあ、そんな電話があって、なんかちょっと教えてください、みたいな話があったんだけど、お俺山形だから山形来たら教えるよ、みたいなね、感じだった。久しぶりだったね。会ったのはいつぶりかななんか相当会えてないんだよね、なんだかんだで。その家の、あの、お父さんお母さんとか、お姉ちゃんとは会ってるけど、A ちゃんとは全然会ってなくて、なんか、どんななったか懐かしいよね、マジで。 うん、でも、もう一人また、その教え子でありね、野保本解剖生理学を一緒に手がけてくれた元社員のやつがいるんだけど、そいつからね、電話かかってきて、でそいつ電話、電話全然しないんだよ、本当に、うん。そいつが電話してくるからさ、何事かなと思って、いや、これとんでもないことだぞと。いや、不安によっては、まあの、お年頃の子でもあるからな、これもしかしてまた結婚じゃないかみたいな。それで電話してみたら、先生みたいな、まあ、そいつ先生って言うんだよ、あの <laughs> もっと教え子だったからさ、もともとずっと先生って呼ぶんだけど。 あのって、これ先生に相談することじゃないかもしれませんが、お、来た来た、みたいな。なんだみたいな。今私、パソコンのボタンに手をかけてますと。で、何をしようかなと思ったらさ、あの、なんだっけ、あの、俺も聞いたことあるんだけど、スカイリームだったからなんかね、ゲームが、テレビゲームがある。で、それをパソコンでやるとめちゃくちゃ高性能でめちゃくちゃ楽しいと。だからゲーム用のパソコンを買いたい。で、もちろんそれ仕事にも使うから、仕事用のパソコンとして新しく買うっていう意味でも全然問題はないんだけど、まあ言うなれば、本当にパソコンのために買ってみたいと。 このパソコンを使って、最高のゲームを楽しんでみたいと。ただこれが18万します。ボタンを押していいでしょうかねみたいな。もうね、あの、質問が可愛いんだよね。<laughs> 本当に。人生面白がってんな、みたいな。大人はね、それができるの。子供だったら絶対無理だよ。18万バカ、バカ言ってんじゃないよ、みたいな。そんなことより中古の車買いないよ、みたいな。原付新品で買って、その原付で働きに行きや、みたいな。ね。いや、てか、新卒でもまあ言われるわな、もう本当に。うん。 20とかまでだったらもう18万のゲーム用のパソコンバカじゃないのとか言われるけどそのバカなことにさ、本気になれるわけよ、大人は。で、18万の買い物したことないんで、<laughs> どうですかねみたいな。押しちゃっていいんですかねみたいな。押しちゃう押しちゃうみたいな。面白いぞそれとか言って。うん、18万、1ヶ月分、なんか、肩働きしたと思えば大丈夫だよとか言って。買っちゃえいないよとか思いっきりね、あの、悪魔の囁きをしときましたけどね。おそらく今頃ね、あの、ボタンポチって押して、あの、ゲームがゲーム用のパソコンが届くのを待ってるのかもしれない。人生ってね、 そんな風に面白いんだよ。本当に面白いことがいっぱいある。だからさ、その、お前の命でもあるからさ、死ぬことは、決めるのは自分だけど、そういうのも試してみていいんじゃないかなって、俺は思うんだよ。俺ね、実は一回中3の時に自殺を仕掛けたことがあるんだよ。そう、てか、再会のさ、再会の記念ラジオ、いやー、めでたいってこと言ってる時にさ、言う話じゃないのかもしれないけどさ、 まあでも、いいのかもしれない。再スタートという意味では、なんかある意味、いい内容なのかもしれないけど。15の時にね、俺は、自殺をしようとしたんだよ、夜中に。あのー、で、全然知らなくて、インターネットもないからさ。俺手首を切ったら死ぬと思ってて。で、まあ、あのー、手首を切って、で、それを、まあ、その、水につけておくと、血が固まらないからどんどん血が出て、失、えー、血するっていうね。うん。だ洗面台に水を溜めて、行くぞ、みたいな。夜中に。 親とかも寝静まった後にさなんで死にたかったかっていうと、もう面白いことがないっていうね、なんか人生おもんないなって思って、ぶん投げたいって思ってす、そうなってしまったんだけど、まあね、てか、小学校の時までね、学校小さくてクラス替えとかも全然なかったんだよね、でもそういう中で中学校になって、よその学校の人たちと一緒くたになって、で、クラス替えとかもあって、で、全然なんか、 友達関係も新しくなっちゃってうまくいかなくてとかね。まあいろいろなことが重なったんだよ、学校の中で。今思うとちっちゃいことだけど、あの時の自分にとって大きいことだったのかもしれないなと思って。で、洗面台の前でさ、やるぞってなるんだけど、怖くてさ、全然進まないの。全然進まないの、本当に。くそっ待って、コップシュってして手、手つけたら、それでいいのにって思うんだけど、全然うま、く、その、 できなくて、できなくてっていうか、もう傷つはつけてないんだよね。いや、もうや、いや、やってないの、全然そもそも。<laughs> そうして、いや、1時間とかさ、経つとさ。だって、もういいや、死にたい、死にたいという欲望よ。よし、死にたいって願ってるわけ己の願いよ。いや、やったらいいじゃん。ね、プシュってやれば死ねるんだよ、手首を。まあ、実際は、えっと、よほどのことがないと手首切ったぐらいじゃ死なないんだけど。あと、あとから知た。ノボ本解物生理学など、ね、生物の先生とかのことをよく学ぶと、知るんだけど、痛いだけで終わるっていうね。 うん、傷も残って、こう、なんか、あの、人間的にも痛いやつになっちゃうっていう。でもね、あのー、その時にさ、だから改めて考えてみたわけ。おおって、死にたいと思ってるのに、行動はなかなか死のうとしてないと。ということは、俺は行動の方が正しいと思ってるからね。だから、あ、死のうとしないってことはいつまで経っても。それは、死ぬことの方が嫌なんだなって思ったんだよ。ってことは生きたいってことかなと。じゃあ、どれどれと。 俺が生きたい。まあ、仮に人生生きてたとして、やってみたいことを、まずじゃあちょっとやってみようかなと。どうせ死ぬんだからさ、一週間二週間伸びたっていいじゃんっていうことで、二週間。やりたいことやってみようってって、やりたいことめちゃくちゃやったんだよ。食いたいものを食うと。うまいものを食うみたいな。遊ぶこともやってみるみたいな。やってたらね。面白いじゃんみたいな。あ、だったら、とりあえず、面白いと思うものを満足するまでやり尽くすまでは、生きてみようかなって思うようになってから、だから死ななくなったんだよね。俺が唯一、自殺を試みたのはその中3の時の一回だよ。それから、よし、やってみようってなってから、なんか、 すごい楽しんでるよね。その後ソフトボールにも出会ったし。なんか、一生懸命になれるものに出会った。おも、面白いっていうことね。うん、そういうものもやってみてもいいかもしれない周りがそんな楽しいって言うんだったら一回行ってみようかとか。富士山登ってみようか。フルマンソン走ってみようか。ディズニーランド行ってみようか。そんなんでいいんだよ。とりあえず試しにやってみて。で、思うなってなったら、じゃあ死んだらいいじゃん。その後。ってことさ。俺はそんなに命にこだわりがないよ。ウェブ玉も、そう、その、ウェブ玉はね、 俺は存在してほしいとは思ってないし、俺に決定権はないのですウェブ玉を続けるか続けないかの決定権は、続けるかやめるかの決定権はないということなの。その、それはね、もし本当にウェブ玉が素晴らしいものだったら、オーナーが集まって俺の生活費くらいどうにかなると思ってんだよ。だって学校の先生の時はさ、むしろ貯金するぐらいのお金をもらってたわけ。もし、それだけお金をもらうほど、 相手を喜ばせられてたら、それだけ素晴らしい人間だったら、もちろんウェブ玉してたら、ウェブ玉だったらもう学校の先生の時よりもっと人を幸せにできてるわけよ。自分としてすごく納得いってるわけ。この方が、絶対に、学校の先生してた時よりもいっぱい人を幸せにできてるという自覚がある。だったら必ず、俺が十分生活できる分くらいのオーナー費を集まるはずなの。逆に言うと集まらなければ、 それだけだったということよ。俺がやってることというのは。十分ではなかった。もしくは、その、俺のウェブ玉で十分育てられなかったわけ。ウェブ玉はそいつらが幸せになってもらいたいと思ってるわけ。幸せな人生を歩んでもらいたい。それがウェブ玉の願いよ。でもそのためには、幸せな人生を生きる。なら幸せになればええかというとそうじゃなくて、生きてないと幸せにはなれない。心臓が止まって脳みその活動が停止すれば幸せだと感じることはできなくなる。生きるためには必ずお金が必要で、そのためにはしっかり仕事をしなきゃいけない。 だから、ウェブ玉の、俺の願いとしては、ちゃんと働いて、ちゃんと稼げる人間に育てるということなの。だから、ビジネス学、アニメがあるわけ。そして、死なないために、医療の応援するために、ノほほン解剖生理学とか、ああいう解剖生理学、医療系のアニメとかを作っていったわけ。子育て支援とか、アニメで食育とか、掃除とか、ああいうのも全部、幸せな生活に必要だから、アニメがあるの。アニメを作ったの。それが目的だから。で、 しっかりウェブタ玉がね、子供たちを本当に幸せにしてるというのであれば、大学なんかはっきり言って道具だから、いっぱい持たせたところで、それが幸せになったと、とは言えない。むしろ、例えば、一流の大学に行ってニートになったら、ウェブタ玉としては失敗なわけ。あちゃーみたいな。もうちょっと気いと根性育ててやるべきだったーとかね。もっとこう就職できるような人間育ててやるべきだったーって、俺は後悔する。大失敗じゃーみたいな。なる。だって幸せになってないから。だからウェブタ玉が、しっかりと、 子供たちを育てて、バリバリに稼げる人間に育ててたら、必ずウェブ玉に、もうお金が、返ってくると思うんだよね。だからさ、その、結局、俺がいっぱい子供たちを幸せにできてたら、ちゃんと力をつけて、社会に送り出せてたら、ウェブ玉は必ず続くの。ということは、ウェブ玉が続かないということは、それができなかったということよ。それは甘んじて受けなければならない。それでも無理やり続けようって言うんだったら、役立たずか。 そのなんていうのかな、無理やり存続すると必ず迷惑をかけていくことになるわけね。何かしら。誰かしらに。だって人,分人,人間一人分を稼いでない。でも生きてるってことは誰かにお世話になってるってことだから。まあ、そういう、まあ、不十分だけど、稼いでる量として不十分で、税金として、ね、比較的少なめに払ってる人間側ではあるから、まだまだ不十分じゃ不十分だけど。うん、でもだから、ベブ玉はさ。 なきゃいけないとか、潰しちゃいけないっていう感覚は全然ない。人に役立つものだったら必ず残る。だから、一生懸命やって、残ったら人の役に立ってるし、残らなかったら人の役に立ってねっていう判断なの。この話が何なのかって言うと、えなるほど、ウェブタマってそんなこと考えてるんだって、で終わるやつもいれば、それって自分の大学で言えばどういうことなんだろうな、自分の会社で言えばどうなんだろうなって、考えることもできるわけ。大学に合格することが大切で、合格しないことがダメなことではないわけ。 ウェブタマが存続したらオッケー、存続しなければダメっていうのと全然違うあの、もう、と一緒、うん、とにかくウェブタ玉が続けばいいっていうことととりあえず大学に合格さえすればいいんだっていうのは一緒なことよ大学に落ちてもそこまで一生懸命努力して努力する工夫とかやり方を学んだらそれは必ず人生に生きるし適当な努力もせずになただなんとなくね受けて例えば推薦とかでだからもう勉強も一切しなかったけどなんか 先生からの評価が高かったんで大学受かりましたみたいな。とかもしくはなんとなく大学で散々遊び、4年間遊び放けでね。で、えー、就職試験いろいろ受かったところに行きました。で、結局大学で何をしたか何も言えませんって何。何が成長したか分かりませんって。それは俺はとても意味がないことだと思ってる。ただ大学を卒業しても、ただ有名な会社に入っても、それはただ Web 玉が潰れてないということなだけで、そういうことじゃない。 必ず自分の能力を高めることを第一に持っていてもらいたい。自分という人間がしっかり育ってるかどうか、頑張れる人間になったかどうか、そして何をするか。一生懸命やったらいいと思う。夢がなくても、まだおぼろげでも全然いい。大事なのは今一生懸命になることよ。今の自分ができることを精一杯すること。精一杯やりたい。でもなんかあんまりぼやっとしか決まってない。でもそのぼやっとでもいい。後から変わるかもしれない。変わっていい。今はそれなんだもん。だから今そのために一生懸命努力したら、 その夢が変わったとして、必ず幸せになる。なぜ今、A という道を進んでいるのに B に変えるのか。A をここまでやったのに B に変えるのか。それは B の方が幸せになるから B にしようと思うんだから、人間は。バカじゃないんだから。はい、不幸になる B の方を選ぼうとは絶対しない。わざわざ今までの A の道を変えて B にするんだったら、それは B の方が幸せだから。だから変わることを恐れなくていい。変わったら変わった。変わらなかったら変わらなかった。だから今一生懸命。だって今は分からないんだよ。未来のこと分からない。だから今自分の目の前であることを目一杯やったらいい。ウェブ玉だって、そう。 ウェブ玉だってさ結局オーナーのお金で、俺は生きてる。だから、もしかすると、気が変わったって言って、今のオーナーたちが一斉にみんなバーって辞めるかもしれない。その可能性だってあるんだよ。十分。自由なんだから。続けるのも辞めるのも全部自由。中には、今までのオーナー費返してくれって言う人もいるかもしれない。実際いる。今までのオーナー費を全額返したオーナーもいる。辞めるときに。それもオーナーの自由だから。そして、それは言ってる。うん、満足がいかなかったら全額、今まで払った分全額返すよって、言ってる。 も、しかするとそれで全額返してくれっていう人たちがわーっていて、で、いくつか使った分もあるじゃん、家とか買ったからさ、予備校代に。だからその分がもう、本当になって、いつ辞めるっていう日が終わるって言われる日が来るかもしれない。俺は分からないんだから、決定権はオーナーにある。オーナーが辞めてお金が尽ければ、俺は辞めなきゃいけなくなる。辞めなきゃいけないっていうか、もちろんその、やる価値はない、ないものだからね。だからまあ、それはもちろん辞めなきゃいけないし、うん、人の役に立ってないんだったら、俺も辞めたいと思うわけだから。 それはもう、急いでやめますって言ってやめるんだけど、でもそれは、えー、っと、わからないんだよね。オーナー次第だから。だから、オーナーがやめるかもしれんから、今手抜くのか。とか。オーナーがやるから、じゃあ今のうちは、あの、安泰だって言って安心してアニメを作るのか。どうするそしてそこに価値はあるのかなってことよ。その、わからんことじゃん。俺らが、俺らが決めていいことじゃないじゃん。わからんじゃん。運命なんか。 これ聞いてるみんなも病気になるかもしれん。怪我をするかもしれん。事故に遭うかもしれない。自分が悪くなくても向こうから突っ込んできたら事故に遭うんだから。怪我もするんだから。どうなるかもわからない。自分が一生懸命働いてて、バッチリだった。完璧だった。順調に出世もしてた。でも同僚がとんでもない事件をやらかして、それがもう大ニュースになって、会社が潰れる。信用がなくなって潰れたりすることもある。ある全然、自分自身は悪くなくてもね。何があるかわからん。だから、手を抜いていいのかって話を。 し、なんていうかな。やり、てか手を抜くってことはさ、やりたい、やりたくてやってるんじゃないってことでしょ、それは。面白くないよね、そういう人生って。いや、もう,もうちょっと適当にやったらとか、たまには休んだらって言われても、や、やりたいからやりたいんですって、休みの日も頑張れまーす、みたいな。うん。だから一生、懸命になるんよね。仕事って面白いって思う。仕事もだけど、まあ、人生も生活も、いろいろ面白いこといっぱいある。だから、 その、これを聞いてるみんなにはさ、それは俺のただの願いであって、別にそれを聞き取ってほしいとも思ってない。ただ、俺と同じ考えとか、俺と同じように思ってる人が多かったら嬉しいとは思うよ、もちろん。<laughs> それは、ああ、変態じゃねえな、みたいな。変人じゃねえな、俺もって。俺と同じこと思ってるやつ結構いいな、みたいな。それは思うけど。このラジオからおまたちが何を取るかは分からない。それぞれ自分たちが、なんかいいなと思うもの好き勝手取ってくれたらいいと思うよ。好き勝手好きなように。俺のは紙粘土みたいなもんだからさ。 お前たちがそれぞれ自分、自分でその粘土持って帰って自分の好きな形にして、やったねって言ってもいいさ。全然うまくできないよって言ってぶん投げるやつもいるかもしれない。好き勝手やっていい。でもそんな、ウェブ玉再開する。そしてウェブ玉はこれからも俺が自由にやっていく。はっきり言うけど、オーナー費も好き勝手に使ってるぞ。だから東北旅行行った。オーナー費がジャジャメンになりましたよ。はっきり言って。ウェブ玉の教材だけになるとは思うね。俺は好き勝手自由に遊ぶから、何杯山形のラーメンに変わったか。オーナー費のオーナーたちが一生懸命、俺にくれたお金、でも俺が好き勝手使うから、 山形のラーメンにだいぶ変わったと思うよ。ほんとに。ちゃんと家賃とかにもなったりね。あの、ガス光熱費とかちゃんと真面目なウェブ玉の費用になって、オーナー費もある。パソコン代とか、パソコンのネット代とか、そういうのになったこともある。けど、そうじゃないものもある。<laughs> 100均行って懐かしくてミルメイクを買ったよ。メロン味を買ったんだけど、まあこれがうまいからね。うんで、うまいなとか言って、最近牛乳よく買ってんだよね。ミルメイク飲みたくて。あと紅茶も結構うまいから、紅茶飲んでるんだけど、そうそう。紅茶もほら、牛乳入れればミルクティーになって美味しいから。 牛乳とか買ってたりするし。どうでもいいことに使ってたりするからね。そんなウェブ玉は自由にやってる。自由に。そういう自由な俺を、こう、オーナー費で活かして、だいたい年200万くらい、かなと思うから、6000万くらいあれば多分、あと30年はウェブ玉が続くんじゃない俺が元気なうちは。と思うけど。まあ、でもそんないらんかなどうだろう。年200はいらんかないらんよね実際ね。多分。どうだろう。税金もろもろ、保険含めて150くらいから。 40年できるかもね、6000万あれば。とか、まあ、そんな感じ。感覚で思っておけばいいさ。うん。3000万なら、だから10、うん、20年ぐらい続くんじゃない ?3000 万くらい最終的に寄付がいただけていけばね、このままずっと。うん。まあ、わからん。ただ、その価値がなければ、でもすごいよね、今俺も言い,言いながら思ったわ。あ、結構すごいことだな俺が仮にこのまま、7、80ぐらいまでゆっくり生きたとしたら、あと40年だから、6000万ってことでしょ。 六千万寄付で集まるかね <laughs>。我ながらびっくりしたわ。今言ってたけど。まあだから結局、その、そこよ。だからそこまで人の役に立てなければ、その前にウェブ b 玉は終わりますよっていう。まあただそれだけ。そういうシンプルなこと俺はただとにかく一生懸命やるだけよ。そしたら結局、後から結果はついてくる。役立つものだったらなくなってほしくないと思われて。そしてちゃんと、その時俺がね、ウェブタマを育て,てたら、ちゃんと子供たちを強く育ててたら、鍛え上げてたら、これはいいなって思われる。 そして必ずそれを潰したくないなという思いが生まれて、それがウェブタマを支える原動力に必ずなる。ウェブタマが続かないということは、それができなかったということ。子供をしっかり鍛え上げるとか、これは潰れたらいかんなと思われるほどの価値が、価値を感じてもらうとか、そういうことができなかったということ。だから、それは甘んじて受けなきゃければいけない。簡単に言うと、センター試験でうまく点数取れなかったのと一緒。みんな潔いじゃん。センター試験、合格点が取れなかった。だからこの大学は不合格ですと。 いけませんって第一志望から言われた。不合格通知が来た。しょうがねえってなるじゃん。ね。うん。いや、いや、それでも行くんだとか言って、無理やりなんか、大学にさ、勝手に口座振り込んで、無理やり授業受けて、いや、なんとしても金も払ったんだから、絶対そうとして、認めてくれよなんて、暴れ出すやついないじゃん。学長室にさ、なんか、ナイフ持って押し込んだりとか、してないじゃん。不合格か、点数悪かったんだ。しょうがない。自分の努力が足らんかったんやつって、その、別の志望の大学とかさ、別の進路とか、もしくは浪人とか、ちゃんと自分の結果を結果として正しく受け止めてるよね。 俺も、だから受け止めなきゃと思う。その時が来たら。だから、みんなもそうだったじゃん。受かる受からん関係なし、一生懸命頑張ったじゃん。夢のために。精一杯。でも、まだ未来のことだから、夢が叶うかどうかもわからんよ。でもそんな、中でお前たちは一生懸命やってるじゃん。今も。しかも合格してからもう夢の、合格してから夢のために努力してるじゃん。だったらさ、そのお前たちの先生の俺だったら、俺が何よりやらなきゃ。誰よりやらなきゃ。 そういう生き方を。人からダメですって言われたけど、嫌ですやめたくないですって、ウェブ玉を続けることはおかしいし。子供たちがちゃんと潔くやってるのにね、結果を受け止めてるのにね、俺が受け止めないなんてありえないしね。だからウェブ玉はこれからそうやってやっていく。だから再開するけど、いつまでかわからんよ。いつまで続けられるか。でも俺は、俺にできることを、まあとにかく、その思いが続く限り、あと体が続く限り、まああの、やっていけたらいいかなと思っとるので、 えー、まあ、再会おめでたっていうね、あの、嬉しかったねっていうことで、まあ、みんなとね、あの、コーラで私は、あえて嬉しかったです。本当はね、ミルメイクにしたかったんだけど、もうね、あの、ちょっと本当に、あの、恥ずかしい話だけど、うますぎてさ、今日の朝まで牛乳あったんだけどさ、あの、ミルメイクうまーとか言って、あの、基本的にコーヒー味が大好きで、コーヒー味ばっか飲んでたんだけど、てか子供の時はほらコ、コーヒー味しか、ま、給食で来ないからね。あ、って、てもミルメイクみんな知らないよね。あの、瓶牛乳だったんだよ。 昔はパックじゃなくて瓶牛乳だったから、パコってな蓋を開けた後、サッサッサッって粉をあの入れて、で、それをこう箸でチャカチャカチャカって混ぜてって、今やるとね、汚いでしょうとか言われるかもしれんけど、どんまいどんまい。うまいからそんなの。チャカチャカチャカって混ぜて、コーヒー牛乳みたいにして飲んだっていう。それがね、今やもう発達してメロン味とかね、ココア味とか、イチゴ味とかいろいろあるんでね、ぜひ、あの、100均に行った時にはね、皆さんあの、もしよかったら、あの、そんなの見てみるといいかもしれません。うん、一食、なんて言うかな、一袋一袋になってる、100均だとね、8袋入ってるんだけど、そういうのじゃなくて、 あの、ふりかけみたいにね、一袋ドカって入ってて好きなだけ牛乳の量に合わせて好きなだけシャカシャカ入れれるタイプもあって、俺はどっちかというとそっちがおすすめなんで、もしミルメイクなどでね、その辺があったら、ぜひ、あの、なんかそんなんもやってみてください。ということでね、あの、239回、ウェブマ再開の3級ラジオでした。ということで、ほんまね、あの、どうでもいい話に付き合ってくれてありがとうございました。それじゃあこれからウェブマ再開して、頑張っていきます。お前たちの頑張りをね、すごく楽しみにしてるから、あの、ぜひ、バリバリ鍛えてね、 いっぱいお金持ちになって、たくさん幸せになるように頑張ってください。それじゃあまたお疲れ様。